どうも、わたくわです。今回紹介するクワガタはこちら、アルキデスヒラタクワガタです。はい、もう言わずと知れた、大型ヒラタの、一種類ですね。こちら産地がスマトラ島ですね。スマトラ島を代表する大型のヒラタクワガタの一種です。スマトラ島っていうと、他にもね、ヒラタクワガタの亜種の、スマトラヒラタっていうね、それも100ミリ、失礼しました。ちょっとね、驚きました。やっぱりね、アルキデスヒラタね、結構挟む力強いんで、これね、間違ってね、指なんて挟まれた日ね、指挟まれたらね、指取れちゃうくらい強いんですよ。はい。おそらく、クワガタ界で一番ね、挟む顎の力が強いんじゃないかっていう、顎のね、筋肉量が強いんじゃないかって言われてる、ヒラタクワガタの仲間になります。これね、見ればわかりますよね。アルキデスヒラタクワガタっていうのは、歯の形が結構ね、バリエーションがあることで知られています。これは、顎がね、一番短い型の、端子型って呼ばれるんですけど、他にもね、顎がスラッと伸びるタイプの長子型って呼ばれるタイプと、あとはね、長子と端子の間の中子型って呼ばれるね、タイプがあります。これはね、どうやら幼虫期間の温度が原因で、低い温度で飼育すると顎がね、スラッと伸びるみたいです。この個体、顎すごい短いじゃないですか。長子型は、これがね、顎の内側にこのトゲがあるんですけど、このトゲがなくなって、これがね、倍くらいね、顎がスラッとね、細長く伸びる形になるそうですね。はい。いや、でもね、顎短い方がね、挟む力強いんで、恐ろしいですよね。ちなみにね、この個体は、73ミリなんで、まだまだ小さいですね。アルキデスヒラタクワガタは、最大サイズが、野外レコード個体が104ミリくらいになるそうです。飼育レコードだと、98ミリくらいですね。はい。まあ、どちらも、長子型、顎がね、伸びるタイプの大きさだと思うんですけど、やっぱりね、この端子型でも73ミリっていうと、まだまだちっちゃいですよね。これがね、もっと大きくなるとね、横幅もね、本当にすごい太くなって、もっとね、いかつくなるそうです。でこの個体は、2月くらいに羽化してきた個体なんですけど、今回ね、3月後半までね、幼虫をやっていた、結構ね、大きくなりそうな個体がいるんで、まあ、そのね、成虫の掘り出しもやっていきたいと思います。他のね、YouTuber の方で、この顎の挟む力を測った動画とかあるんですけど、それはね、なんと、5キロ以上の力が出てるみたいです。5キロ、挟む力5キロっていうと、まあ想像しにくいかと思うんですけど、まあね、あれですね。このね、尖った顎で5キロの力で挟まれたら、やっぱりね、指の皮膚にはね、穴が開いて、まあ血が出ることもね、あるんじゃないかなと思います。この個体はね、まだ羽化して、1ヶ月くらいしか経ってなくて、交食は開始してるんですけど、まだ本調子じゃないんですよね。で、ついても、そんなにね、積極的に挟もうとはしてこないんですけど、これがね、もうちょっと本調子になると、しっかりね、活動化すると、こういう風にね、触ってられないくらい、本気でね、指を挟みに来たりするんで、本当にね、触る際は気をつけましょう。お子さんのね、手に触れないようなところにね、子供に触らせてはいけない、恐ろしいクワガタなんでね、気をつけましょう、扱うときは。でもね、この、アルキデスヒラタクワガタって結構流通量が多くて、毎年ね、野外品、ワイルド個体もかなり安く、輸入されて販売されてたりします。ショップさんでも、もう小さい個体だったら、ペアでね、2000円くらいで販売されてたり、まあ、大きい個体だと本当にね、すごい高いと、まあ、1万円、2万円とかしちゃう個体もいるんですけど、サイズをね、選ばなければ、まあ、ちっちゃい個体はね、結構安く手に入る。で、飼育もそんなに難しくないクワガタって言われてますね。現地だと標高ね、800メートル以上のちょっと涼しいところに生息しているそうです。やっぱりね、現地のスマトラ島だと標高の低いところではスマトラヒラタがいて、そこからね、標高を上げると住み分けでこいつがね、生息してるって感じだと思います。やっぱりね、スマトラヒラタとアルキデスヒラタが同じ環境でね、生きるなんて難しいと思うんですよね。本当にそれこそ命をかけた戦いとかになっちゃうと思うんで、だからこそ、住みかをね、標高で分けて、住み分けをしてるってことだと思うんですよ。分厚いですよね。ヒラタクワガタといえど、結構ね、厚みがあって、迫力のあるヒラタクワガタです。これね、もともと虫舎さんの福袋で、去年のね、2020年の、1月のね、福袋で、偶然ね、
ワイルド個体のペアを入手して、そこからね類代をして孵化したものです。まあね、これ本当に大きくしたい場合は低温飼育で、幼虫期間もね、1年半くらい幼虫の期間を伸ばして、ゆっくりね幼虫を大きく育てることができたら、結構ね80ミリとか90ミリくらいの個体をね孵化させることができるっていう話なんでね。まあちょっと今回一応ね、これはワイルド F1 になるんですけど、しっかりね類代をして、ワイルド F2 の個体もね、作っていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。まだ掘り出してない個体が1匹だけいるんで、それがねおそらく我が家で一番大きい個体になると思うんで、ちょっと先にねそれの掘り出しをやっていきたいと思います。はい、それではね今回掘り出すのはこちら、アルキデスのもうオスって書いてますね、8月の27、30g って書いてます。これねもう本当に半年以上前に、このボトルの容量はこれ 2200ml くらいの、ボトルですね。これ禁止瓶だったんですけど、これに入れて、半年以上前に、このボトルに幼虫を詰めてました。でその時の体重は 30g だったんですけど、まあねおそらく大きくなってると思います。でもね禁止瓶扱う時はここにねこう浮かしてますね、これ浮かびが、3月の20日にはね、もう羽化してるのが確認できてたんで、まあね、そこからもう3週間以上経過したんで、今回は掘り出すことにします。はい。本来はね、禁止瓶は、まあ、2、3ヶ月くらいで、交換するのがベストなんで、まあ、これはね、もう本当に3ヶ月、4ヶ月くらいね、交換遅れちゃってっていうか、もう放置しすぎなんですけど、まあね、もしね、大きいサイズを狙う場合は、やっぱりね、2、3ヶ月で、交換するのね心がけた方がいいですね。ちょっとね雑飼育になっちゃったんで申し訳ないです。おー出た、できんな出ましたね。これはね、あーでもあーどうでしょうかね、さっきの個体の方がもしかしたら大きいかもしれない。ちょっとね素手で触るのめちゃくちゃ怖いんで、でもね綺麗に羽化してくれました。やっぱりね端子系ですね。これちょっとね顎の裏この辺も毛が生えてるんですよ。これでも持った感じ70ミリはありそうですけど80ミリなさそうです。ちょっと測ってみますね。はい、ね、まだ活動開始してないんでおとなしいですね。あ、70かな。はい、ここです。72でした。73はなかったですね。はい、あー意外とね成虫になるのが一番遅くても、まあ、一番大きいっていうことではなかったみたいです。いやでもねこのねサイズ感やっぱりね顎が短いんで迫力がありますね。やっぱりこの前胸の横幅とかね、このね絶対に挟まれちゃいけない顎なんだなっていう形をしてます。こういうの見ると割り箸とかを、ね、挟ませたくなりますよ。絶対に離さない、取れないなちょっと置いときます。離さないですね、離さない。あ、離してくれました。はい、こんな感じでした、ね、こちら、アルキデスヒラタクワガタの成虫の掘り出しになりました。します。はい、まあ ね、こんな感じで、まあ、アルキデスヒラタクワガタね、今回掘り出したんですけど、他にもね早い段階で、まあ、結構ね多くの個体孵化してます。結構、早い個体だとメスがねもう去年の、12月にね孵化した個体がいたりとか、まあ、オスでもそうですね1月2月頃に孵化してもうねバリバリ交食を開始してる個体とか、まあ、いろいろいます。まあね今回ね本当に管理が雑だったんであんまり大きいサイズが出ませんでした。これもね60ミリくらいの、個体で、まあ、一番大きくても、こちらのね、73ミリくらいの個体でしたね。まあ、禁止瓶で飼育して、最後ね大きくなりそうな個体は、2200ミリリットルのボトルで管理したんですけど、なんだかねやっぱり禁止瓶の中で暴れちゃったのもありますし、さすがにね半年くらい放置しちゃったっていうのもあるんで、まあね70ミリ台っていうね結構やっぱり飼育でもね小さい方ですよね。はい、なのでまあね
それでもね、いっぱいペアはいるんで、今期はね、またしっかりペアリングをさせて、産卵セットを組んで、今度はね、もうちょっとね、目標80ミリくらいで、頑張ってね、飼育をしていきたいなと思ってます。またね、このアルキデスヒラタクワガタは、低温で管理すると、このね、顎が、これ端子型なんですけど、もっとね、細長く、長子型の個体が羽化するらしいので、ちょっとね、それもね、試してみたいなと思います。やっぱりね、こちらの個体、羽化してまだ1ヶ月も経ってないんで、すごいおとなしいですよね。でもね、こういう個体触ると、結構ね、好戦的なんですよ。こいつとかも、あ、危ない危ない。はい。でね、やっぱり、大きいクワガタは、羽化してから、交食を始めるまでに、大体このアルキデスは1ヶ月から1ヶ月半くらい経てば、交食開始するような感じなんですけど、そこからもね、もう2ヶ月くらいはね、待った方がいいんじゃないかなと思います。アルキデスヒラタもね、羽化してから3ヶ月は、ちょっとね、成熟までに時間がかかるんじゃないかなと思うんで、もう2ヶ月くらい、様子を見てから、ペアリングを始めて、産卵セットを組んでいこうかなと思いますので、よろしくお願いします。今回は、こんな感じでアルキデスヒラタクワガタの、どんな個体が羽化したかっていうのと、これからどういう風に飼育していくのかっていうのの報告の動画になりました。またね、アルキデスヒラタクワガタについて何かね、すごい有力な情報とかありましたら、コメント欄にね、いろんなコメントいただけるとね、すごいありがたいので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画もよろしくお願いします。失礼します。